音楽と、ダンスをもう一度サルサという家族で、見直してみましょうという講座をやります。で講師がですね、森村健さん、ご存知の方いらっしゃいます？ご存知ですか？はい、ラテンのですねピアニストでもう本当日本トップの方です。オルケスタデラルスも、所属してましたけれども、今オルケスタデルソルというこれ日本で一番古くからやってる33年ですからこれがバンドなんですけれども、そのピアニストをやって作詞、作曲編曲もやってる超一流の、ミュージシャンなんですけれども、その方に講師をお願いしてですね、3日間5月の3、4、5、お昼2時から1時間半、それから30分ぐらい休憩してまた1時間半、全部で6つ講座があります。で最後に5月の5日、オルケスタ・デル・ソルの、スペシャルライブということで、パライソ、でライブもございます。なんと値段2000円です。2000円はドリンクついてます。でこの講座を受けた方は1700円というお得な値段になってますので、ぜひ、受講していただきたいんですけれども、ちょっと軽くなんでこれをやろうか、私が やろうかなと思ったことだけ一言言わせてくださいっていうのがですね、よく皆さんライブで行くのは聞いたりするのはすごく楽しみだと思うんですけれども、よく聞くのがですね、ライブだと一曲が長くて大変だと、踊るのがきついという話をよく聞くんですね。でそういう話をしたところ、森村さんはじめミュージシャンの方からは、いや別に疲れたらいいんだよ、途中で踊りやめても、あるいはスタートするときにそんなに頭からやらなくても気分が乗ったときでいいよというふうにはおっしゃってるんですね。なんでそういうことを直接、踊ってるダンサーの人にも言って、もちろん律儀な感じでやるのもいいんですけど、もうちょっとお互いがですね歩み寄って楽しんで踊ることができればいいかなということも思って、こういう企画をしました。はい、ということでホームページにも載ってますので、ぜひよろしくお願いします。